僕の中での基本は動きと泳ぎがありさえすればかかることは事実なんで、はい、まあそれだけでしょうね。根本はそこだけだと思います。まあ、こう放流河川でやっぱりあまり流れの強い洗い性にはやっぱなかなかつきづらいというところがあるというところを考えると、まあ、ある程度の流れの筋の中のちょっとこう深みのある溝になっているようなところとか、まあ、こう掘り込みとか、まあ、そういうところをこうポイントとして狙っていってもらえると、おお、かかった。意外とあっさりめですね。さっきと比べると角度が90度ぐらいになりましたけど、まあ、糸の角度、竿の角度イコールおとりの状態っていうところになるん で45度は比較的川底から少し上がってこう動きが伴う糸と竿の角度、90度の場合はその周辺で。ではですね、正規の天然遡上河川という形で、時期的な部分はやっぱり一番鮎がこう整って釣れる状況の時期だとは思いますけど、今回は天然遡上でもちょっと下水の状況の部分になりますが、チューブラの穂先でずっと探ってみましたけど、次は同じ場所を今度は、ストリートで、同じような場所を、何が変わるかというと、仕掛けも同じ仕掛けで、結構やっぱ天然遡上で覆いが強いってところがあるんで、動きに対してうまく反応させれる部分、その動きすぎて逃げ、時期を考えるとあまりしっかり石が入って敷き詰まってるところよりかは、若干こう砂と小砂利が混ざってるような、場所の方が、お、いましたね。よし。やっぱこうだいぶ時間帯によってこう荒いような場所でも、かかってきますし、サイズもやっぱりこう大きくなってきて、いい当たりをするっていう部分、やっぱりこううまく釣れる場所をどんどん時間帯で変えていくことが、やっぱこの時期に対して、循環が整えていけるのと、サイズの大小さまざまの中で数釣りが楽しめるっていうところ、できればこれからは大きいのを狙っていければなと思いますね。うわっしゃー、くっ、でかいんちゃうこれ。